ケンタッキーはアメリカ海軍のオハイオ級原子力潜水艦の12番艦。艦名はケンタッキー州にちなんで命名された。その名を持つ艦としては3隻目。ケンタッキーの建造は1985年8月13日にコネチカット州グロトンのジェネラルダイナミクスエレクトリックボート社に発注され、1987年12月18日に寄港した。 1990年8月11日に、キャロリン・ペネ・ウェイカー・ホープキンスによって、命名、浸水した。浸水式ではシャンパンに代わって、ケンタッキーバーボンを特注でブレンドしたものが、用いられた。1991年7月13日に、ブルーハンのマイケル・ジー・リーゲル館長及び、ゴールドハンのジョセフ・ヘンリー館長の指揮下収益した。1998年3月19日、 ニューヨーク州ロングアイランド南方でケンタッキーはサンフアンと衝突事故を起こす。ケンタッキーは方向打を破損する。サンフアンは全部バラスとタンクを破損したが、浮上志向に帰還した。この事故で負傷者は発生しなかった。2隻の潜水艦は当時統合訓練、演習中であった。2005年、ブルー、ゴールドヤンバンの乗組員は、アーニー・フレッチャー・ケンタッキー州知事によって、 ケンタッキーカーネルの称号が贈られた。ケンタッキーは2006年に第17潜水艦隊の一隻としてバトル E を受賞した。ブルーハン・マイケル・ジー・リーゲル大佐。1989年8月から1992年7月。ロバート・ディーリッシュ大佐。1992年7月から1994年9月。リチャード・アル・スターク大佐。 1994年9月から1997年3月、ロイ・エイチ・ハーキンス中佐。1997年3月から1999年6月、パトリック・エス・イデル中佐。1999年6月から2001年2月、ロナルド・ W ・マランピー中佐。2001年2月から2004年3月、ポール・エース・カープネス中佐。 2004年3月から2006年9月アラン・ W ・ホールトニセイ、中佐、2006年9月ゴールドハン、ジョセフ・ G ・ヘンリー大佐、1991年7月から1992年12月、ウィリアム・ W ・シミット大佐、1992年12月から1994年6月、ウィリアム・ E ・クック大佐、1994年6月から1996年10月、 ティモシー・エム・ガイアー・ディナ・中佐、1996年10月から1999年1月、マイケル・ W ・マッキナン・中佐、1999年1月から2001年7月、クリストファー・ジェフェリー・中佐、2001年7月から2004年6月、ジェフリー・エス・コラン・中佐、2004年6月、ありがとうございます。